兄ちゃん、どうしたの？いや、ちょっと夢を見ていたんだ。なんだ、お兄ちゃん、楽しい夢だった？そうだね、すごく楽しい夢だったよ。お兄ちゃん、怖い。大丈夫、ヨナ、大丈夫だから。封鎖された町のあちこちから火の手が上がる。暗闇にはたくさんの黒い化け物たちが潜んでいる。逃げる場所などない。兄は転がる鉄パイプを握りしめる。生き延びるため、幼い妹を守るために化け物と戦う。それ以外の選択肢は存在しなかった。人類絶滅の恐怖をもたらした白煙化症候群。弱き者も強き者も平等に病にかかり、平等に死に至る。まるでそれは過ちを繰り返してきた人類に対する浄化の雷かのよう。